こんにちは、平野由紀子です。この動画は入門から初級に進むピアノを練習している皆さんが新しい曲を選ぶ参考にしたり、またつまずいているところをちょっと乗り越える手助けができればいいなと思って作成しています。こんな素敵な曲がありますよとか、こんな曲動画にしてくださいなどのリクエストはお気軽にコメント欄にお書きください。今日練習するのは城壁を登る。どんな曲か聞いてみてね。これはドから始まる波長調の音階を使っている曲だね。そして右手と左手が綺麗にリレーできるように、真ん中のドから始まる最初の2小節、左手のファと右手のソの間に段差ができないように気をつけて、2段目はこの真ん中のドより1オクターブ低いこのドから波長調の音階順番に上るから、真ん中のドに置いたポジションと1オクターブ下のドに置いたポジションを自由に行き来できるように練習してみよう。これが上手にできるようになったら、今度は右手と左手合わせる3小節目、4小節目、このタイミング、下の方では右手のメロディーは違うけれど、左手はファが4拍、ミが4拍、上はファが4拍、ミが3拍で1個お休み。2番と3番でファミ、ファミを弾くだけだね。右手は少し音が動くから練習すると、最初が2-3-2-3-2-5、音を出さずに鍵盤の上を指を動かしながら2-3-2-3-2-5と練習したり、音を言ってソーラーソーラーソーと、それができたら音を出してみるよ。ソラソラが階段を上るように、綺麗に同じ長さで弾けるといいね。そして2段目の方は4-2-3-4-5、最後は2-3-4-5と上るんだけれど、手前に一つ4がくっついてるから気をつけて、音で言うとシーソーラーシード、指と音の覚えたら弾いてみよう。上手にできたかな？通して弾いてみると、これはドから始まる波長調で書いてあるけれど、前のページで都庁長の音階を勉強したよね。都庁長の音階はいつもファにシャープだったから、それを使って今弾いた波長調の城壁を登るを都庁長にしてみるとどうなるかな。指の番号は同じで、ファのシャープ、ここが出てくるところだけ気をつければ大丈夫。指の番号はそのまま、始まりの音を楽譜のドだったのからソに交換してファをシャープにするだけだよ。そして2段目も波長調のドから書いてあったのをソから始めて都庁長、
このファをシャープにして、次の4234の4番がいつもファの音だからシャープにして、これで破調調と途調調両方の城壁を登るを弾けるようになったね。それじゃあまたね。最後までご視聴くださりありがとうございました。今後も不定期ではありますが、新しい動画をアップしていこうと思いますので、もしよろしかったらチャンネル登録をお願いします。また気に入った曲がありましたらグッドマークもよろしくお願いします。